大桜、ワンボコ、革命、ケラス、ニューデフローラ、ティーカツキ池谷、ワミシュ州桜は、バラカ桜属の桜の一種。大山桜を、不景、江戸悲願を母系とする、第一世代自然雑種。韓国では、チェジュ島春菜山と全羅南道海南軍隊3に、自生している韓国の固有種とされており、チェジュ特別自治道ソギポシ神霊里、 チェジュ特別自治道チェジュ市法外道、全羅南道海南軍第3の3カ所が、大桜寺設置として、天然記念物に指定されている。ソメイヨシノが、大島桜と江戸悲岸による別種と科学的に、証明された後も、韓国では、ソメイヨシノと同一とし韓国内では、学名も、ソメイヨシノと同じ、プルヌス江戸演出としている。大桜は、現在希少種として、 韓国の絶滅危惧種に指定されている。2017年4月時点で194株が、チェジュ島春ら山に自生していることが確認されている。チェジュ島ソギッポに住んでいた、フランス人シンプタケが、1908年4月14日に、春ら山北側の観音寺裏手の山、海抜600メートルの地点で採集した。採集された標本に基づき、1912年、 当時バラカの権威だったドイツベルリン大学のベルンハルトケーネがソメイヨシノの編集として報告した。1950年に勃発した朝鮮戦争のため、荒廃した祖国の山林を蘇らせようと、1960年以降、在日韓国人らによって6万株に達する日本の桜が寄贈されており、1974年には、 北世紀の大統領令による桜の大植樹運動が展開され、日本から輸入されたソメイヨシノが韓国各地に植えられた。韓国で植えられた桜のほとんどがソメイヨシノであり、チェジュ島にもソメイヨシノが代々的に植樹された現状からすると、ソメイヨシノとの交配が起こり時生の大桜が消滅する可能性があると報じられた。大桜の趣旨は、 非常に実りづらく自然界で広がることはほとんどないとされている。韓国では大桜の世界化を目指す国際シンポジウムが開かれている。韓国国立山林科学院団体アネッタイ三研究所が組織培養で大桜の苗木を大量生産することに成功したと発表した。野生種の雑種であることから遺伝的に多様であり、 個体ごとに特徴に広いサインが存在する。通常花弁は5枚であり、山桜と似た特徴を示す。海抜500メートルくらいのところで育つが、それより高いところに自生する山桜と低地の桜の、交雑種と韓国では考えられている。個体によってはソメイヨシノに非常に似ることから、以前は、形態学的観念から、ソメイヨシノの起源の一つとする説もあった。しかし、 現在の DNA 調査の結果によると別紙と確認されている。DNA 研究によると、母系は江戸悲願、父系は山桜あるいは大山桜の自然交雑種であるとされてきたが、2017年1月、国立研究開発法人森林総合研究所が、形態学や集団遺伝学、分子系統学の最新の知見をもとにした。 岡山理科大学の池谷優子との共同研究の結果を発表し、大桜は江戸悲岸と大山桜の主観雑種であることを発表した。日本の国立遺伝学研究所はソウル大学の教授だった共栄前からこの品種の桜を入手し育てている。ケーネは大桜をソメイヨシノの編種と考え、プラニスエデンシスバリエーション、ニューデフローラコンと命名した。 小泉の論文では、プラニスクエルパーテンシス、中井やプラニスニューデフローラコズなどの学名となっており、和名では、栄州桜のほか丹な山桜ともされている。2017年1月の森林総合研究所の発表で、大桜の学名が、ケラススニューデフローラティーカツキ池谷と命名され、ソメイヨシノの学名、ケラスス。 イエデンシスマサム鈴木ソメイヨシノと区別された。韓国では、ソメイヨシノについて日本語の原音と同じが使用されることは少ない。多くの場合では、大桜とソメイヨシノとの区別はつけられておらず、両者とも、や、と呼称される。このため、韓国語のウェブサイトに表記されている、いや、をオンライン翻訳で日本語に翻訳すると、 しばしば、ソメイヨシノと訳されることがあり、混乱が生じやすい。チェジュ王桜春祭りでのパフォーマンス賞を桜の一部の個体がソメイヨシノに類似していたことから、過去には日本の小泉源一がチェジュ島に自生する本種とソメイヨシノが同種であるとの説を唱えたことがあった。しかし、作用標本が残っていないことから、この説は当時から疑問視されていた。現在では、 ソメイヨシノは最初の親を江戸悲願と日本固有種の大島桜とし、すべて継ぎ木や刺し木によって人工的に繁殖させたクローンの園芸品種の桜であることが DNA フィンガープリント法や核 SSR 法などの遺伝子解析で判明しており、ソメイヨシノは韓国原産ではなく大桜と同種でもないことが判明している。しかし、韓国では現在も 大桜とソメイヨシノが同種であるとの説が主流であり、韓国文化財庁もソメイヨシノは、韓国の大桜が日本へ導入されたものという説を未だにとっている。また前述のように、一般的に大桜とソメイヨシノは区別されず同じ単語が使われている。このため、韓国では、韓国三大神や連合ニュースのような主要メディアも4月前後になると、 しばしばソメイヨシノの韓国起源説を取り上げ、海外への広報活動を行うこともある。現在のソメイヨシノ韓国起源説は2009年4月6日に、連合ニュースが報じた韓国国立山林科学院、団体山林研究所のキムチャンス博士は、日本統治時代に日本人がチェジュ島の大桜を改良、後に大量増殖し、それを3000株アメリカに送ったものが、 ポトマックが若辺の桜だとの主張を根拠としている。チェジュオ祭りまた、アメリカ農務省のサイトに掲載された、韓国人、チョンウンジュ博士の DNA 調査では、この2種は完全に別種と結論づけていたが、2014年4月に、韓国 KBS の取材に答えた、チョン博士は、この論文は誤りであったとし、近くソメイヨシノの起源が、 大桜であるとする論文を発表すると前言を翻した。さらに、アメリカン大学のルイス・グッドマン学長は、在米韓人科学技術者協会の第3回年齢会議で環境アナリストによって行われた研究の結果、DC 地域の桜とチェジュ島産桜が同じ種と確認された年、DC の桜は、韓国チェジュ島が原産地である、大桜。 当該の桜の木が珍しい植物を収集した日本に遠い昔チェジュ島及び移領島地域で採集された可能性もあると韓国起源説を後押しする仮説を立てた。このように韓国では日本統治時代に日本が大桜を導入してソメイヨシノに仕立て上げた旨がしばしば主張されるが大桜が新種として 初めて採集された1908年よりも前の1877年と1882年に植樹されたソメイヨシノが日本国内に現存することから韓国側の主張は非合理である。韓国国外ではソメイヨシノ起源説はすでに否定されていたが2018年9月に韓国国内でもようやくソメイヨシノは江戸被岸を母系大島桜を父景として 数百年前に日本で人為的な交配を通じて作られた品種であり、王桜と全く関係性がないことが報道された。韓国の研究家が大桜をゲノム分析した結果、大桜は江戸悲岸を冒険、山桜を父系として自然で雑誌交配で誕生した第一世代自然雑誌と発表された。中央日報で起源をめぐる論争が ややあっけなく終止符を打たれたと報道された。2018年、韓国の三林町国立樹木園は、明治大学校、か泉大学校との研究チームとチェジュ島の王、桜のゲノム解析を行い、島に自生する江戸悲岸を冒険、山桜を不系とする自然雑種であるとの研究結果を、ゲノムバイオロジー9月号に発表した。ありがとうございます。